綺麗だな。俺はお前が挫折しても仕方ないと思っていた。違う、お前が凡人だからだ。お前だけじゃない、俺の周りにいた者たちは皆そうだった。凡人は皆己の限界を感じては脱落していった。だからそれが当たり前なのだと思っていた。脱落せず一人で進み続ける俺を周りの皆は天才と呼んだ。天才と凡人は違う。ことあるごとに聞かされるその言葉に俺も納得しうなずいていた。俺は天才で、それ以外は皆凡人なのだから仕方ないのだと諦めていた。なのにお前は諦めないんだな。自分は凡人だからと言い訳せず目標を目指して進んでいくんだな。初めて人を美しいと思った。お前が綺麗だと思った。